今日はちょっと軽い話題なんですが、この前私、実は、70歳以上なんですが、70歳以上じゃなくて、60代から検査を、講習を受けるらしいんですけども、まあ、言ってみれば高齢者講習というのをですね、自動車免許ですね、これを受けてまいりました。まあ、印象としてはですね、まあ、私が学んだ頃の自動車教習所に比べると、もう非常に親切で、しかも的を得てますしね。私、現在の自動車教習所で免許を取る、まあ、人たちって大体18、19らしいんですけど、本当にこう幸福ですね。我々の時はもう、お前こうしろ、ああしろと、まあ、奴隷みたいな扱いで、なんとか頑張って、免許証を取ったっていう感じですけど、今はまあ非常にこう、良い環境でですね、きちっと説明します。で、私もですね、実は高齢者講習には非常に批判的だったんですね。私も、毎日ほとんど毎日運転してますと、名古屋にいる時はですね。ですから、なんか講習ったってっていう気持ちがあったわけですけれども、そういう気持ちは、講習を実際に受けますとね、まあ、どこの、教習所が言いたいぐらい親切でした。だけど、まあ、この話はね、宣伝にもなるんでやめまして、まあ、高齢者講習っていうのも必要だなと思いましたね。やっぱり、まあ、高齢者講習が必要かというよりか、むしろ、まあ、10年に一遍ぐらいは、最近の交通法規の道路交通法の改定とか、それから事故の状況、まあ、車の安全装置の状態なんかをですね、改めて勉強するっていうのは、私のように、免許を持って毎日のように運転している人は、まあ、人に危害を与える可能性がありますから、まあ、勉強しておいた方がいいなと思いましたね。まあ、これは日本の制度のいい点だと思います。アメリカとかそんなところは全然世話見てくれないで、個人責任だっつって、まあ、最近では個人の責任を問う方が大切なんだって言いますけど、まあ、それよりか日本流にですね、事故の起こらないように予備的に対策を取るっていう方が高級かもしれませんからね。まあ、そういうふうに思いました。ところが、この問題はですね、実は別のところにあると思うんですね。非常にタイミングがいいんですよ。どういうタイミングがいいかっていうと、運転免許を、少子化もあるし、それから多くの人が運転免許証を取ったということで、新しく取得する人は、先ほど言いましたように、18歳とか19歳の若者しかいない。それで人数も少なくなったということでですね、非常に自動車教習所の経営が悪いんですよ。で、自動車教習所の経営が悪くなって、しばらく経ったら何が出てきたかっていうと、マスコミが一斉にですね、高齢者の事故が多いって言ってきたわけですね。ああ、新聞で報道し始めました。で、私が調べてみたら、高齢者の事故が増えたんじゃなくて、高齢者が増えたので まあ、免許を持ってる高齢者が増えたので、それで高齢者の事故が増えてるということと、運転がみんなが乱暴になって、若い人が高齢者の歩行者をはねると、そういう問題だということが分かったんですね。つまり、高齢者は、免許を持ってる人の事故率、免許を持ってる人の事故率で一番高いのが高齢者ではなくて若者なんですよ、やっぱり。それからその次が高齢者、それから最後が40代ぐらいの働き盛りということになります。年齢としてはですね、免許人数あたりですよ。それから今度は男女っていうと、もう女性が大体男性の1.5倍から1.8倍ぐらいの事故率なんですね。ですから、もしも、新聞とかですね、テレビが、どの層が免許、あ、事故が多いって言ったら、若い人と女性なんですよ。で、それをガンガンやらなきゃいけないけど、若い人と女性を批判すると、世間の批判を浴びると思って、新聞とかテレビがですね、また同調思想でですね、それで高齢者をやってきたわけです。で、高齢者だったらみんなが認知症もあるし、事故も起こるんじゃないかと心の中で思ってるので、やっぱりそうかと、高齢者多いかと、こういうふうに思ったわけですが、実は高齢者が多いわけじゃないんですね。だから見当外れの対策になっちゃってるわけです。しかし、そのタイミングがいいのは、自動車教習所の経営が悪くなると同時に高齢者やってきたわけですね。つまり、自動車教習所は今のままでは人員削減したり閉鎖しなきゃならない。ここに高齢者の講習というのを自動車教習所でやるということにすればですね、これは自動車教習所としては一定の人数が確保できますね。だいたい5000円ぐらい取られますから、結構なもんなんですよ。それを、まあ、みんなで受けるわけですね。ですから、私はね、行為自体はいいけど、自動車教習所の経営悪化と、それに続いてマスコミが
高齢者事故を多い多いと言って煽る。この多いというのはね、数は多くなってるんですよ。それは高齢者のドライバーの数が増えてるから。だけど免許を持って運転してる人の数に対しては高齢者が増えてるわけじゃないんですね。でこれはね、この話をやりますとね、それで老人は運転免許を返納しなだの、教習を受けるだの、もう老人は運転するなんて言ってる人もいるんですよ。そしたらね、まず女性です。女性は絶対運転しちゃいけません。だって男性の 1.5 倍から 1.8 倍の事故率なんですから、女性は運転しちゃいけない。これいいんですかね、本当。その女性の方が研修を多くするとか、女性特有の運転上の問題がありますから、まあ、それを改善していくならいいですよ。だけど女性の事故率が高い高いって言って、まあ、これは本当なんですけどね、まあ、もし今の高齢者の事故率が高いって嘘ですからね。だからそういう嘘を言って、女性とか老人高齢者っていう差別をすると、そしてそれを何に利用するかっていうと、自動車教習所の利益に帰するというね、この仕組みね、マスコミもまあ、あくどいことしますよ。ただ、名古屋ではね、まあ、いろんなそういうことが取り上げようとしたときに、テレビ局が私に聞いてきましたね。先生のブログ見ると、高齢者必ずしも事故が多くないっていうことですけど、どうですかと聞いてきましたから、僕がですね、免許あたりの人口とか、運転人口あたりの事故率ということで考えてくださいねと。一個一個の事故をですね、例えば、アクセルとブレーキを踏み間違えたから、あるそのコンビニエンスストアに突っ込んだ老人の例とか、そういう具体的な例だったら、若い人の事故の方がもっとひどいんですよ。悲惨な死亡事故っていくらでもあるんですよ。だからそういう個別の事例を挙げてね、そして世論操作をすると。それがしかも、もしかしたらですね、テレビ局とか新聞と、自動車教習所がつるんでるかもしれないわけですね。あるパーティーで、自動車教習所の人がマスコミの人に、ちょっとこの頃苦しいから一つ老人が事故は多いというキャンペーンでもやってくんないかと。そしたら老人の、それでそこに警察とか警察に関係する機関が入って、それで、自動車教習所とマスコミと、それから警察関係が、まあ、示し合わせてやったっていうタイミングなんですよね。だから私はこう高齢者受講をやってきて、なかなかいいと思いました。ただいいという結果がいいからいいっちゅうもんじゃないですね。こういったその利権体質ですね。例えばまあ私が言ってる高血圧なんかもそうなんですが、高血圧学会が高血圧はいけないと叫び、それをマスコミが減塩食はヘルシーだって嘘をつき、そして薬が3000億円の売れてた薬が1兆2000億になり、そして老人が元気なくしてくると、がんも増えてきたと、まあ、そういうようなことになるわけですね。やっぱり誠実でない社会っていうのは、やっぱり誠実でない社会だけにですね、損害が大きいわけですね。やっぱり私は、まあ、このブログで終始言ってるように、日本人の誠実さ、誠、恩といったですね、日本の社会に昔からある誠実な心を持ってね、まあ、一つ一つをやると、そのことが日本を発展させ、私たちの子供たちにいい日本を引き継ぐことができると、まあ、こういうふうに思いますね。ちょっと、高齢者講習に行きまして、まあ、その実態と、それから裏に潜む非常に現代社会の暗い影と、まあ、いうものを垣間見たもんですから、ちょっと、少し軽い話題ですけども、ここにお話をいたしました。